is always the same. You okay? We found it. We're closing in on the life form. Let's move out, people. They came to unlock a mystery. I don't see how any living thing could survive out here. They came to uncover an ancient truth. This is it. Dr. Ross has opened the door for us. I say we go in. What they did... What the hell is that? ...was unleash a force unlike the universe has ever known. What the hell is going on? Something's not right! It shouldn't be happening! We're surrounded! They're right behind us! Captain, come on! We've lost contact. God. This summer. Let's get the hell out of here. Nothing you've seen, nothing you've experienced can prepare you. Look out! For where the next evolution in reality will take you. All right, everybody, here they come. Fire in the hole! It is not a fairy tale. It is true. Thank you.
明日？うん。異中の人と距離がぐっと近づく。でも二と追うものは一と思えず、メル友の助言を大切に。か。いないんじゃ近づくどころじゃないよ。騙されちゃダメだって。そんなことないよ。性格なんて全然わかんないでしょ。話したことないんだから。だいたいネットでも気になってる人いるんでしょ。たけしだっけ。カズ待って。夏美、夏美、 I'm at a friend's birthday party。 パーティー違いか。添付した写真を見て。お腹空きました？マジかよ。あとでカズと FF11 でパーティー組まない？デリの男って実は結婚してたり。
けしの意地悪。もうカズに相談するもん。大丈夫？大丈夫です。メール？誰から？冒険仲間さ、夏美。何それ？いいんだよ、お前には関係ねえよ。本当ごめん。皆さんこんにちは、夏美役の井上なぞみです。ドラマいかがでしたか？ドラマのようにネットでしか会ったことのない人とリアルで出会ったら実際どんな気持ちになるのかな。ゲームで一緒に冒険しているとメールやチャットだけではわからないその人の性格なんかも知っちゃうから、リアルで会うとちょっと恥ずかしいかもしれませんね。さて、プレイオンラインはこの秋からベータバージョンを公開します。これは一般の方々に参加していただくテストバージョンです。ここでちょっとだけプレイオンラインをご紹介したいと思います。プレイオンライン、それはいよいよ到来するオンラインゲーム時代を切り開いていく鍵となるシステム。そこにはファイナルファンタジー11をはじめとしたこれからのオンラインゲームを楽しむための全ての機能が用意されています。オンラインゲームの楽しさ、その最大の魅力は人と人とのコミュニケーション。プレイオンラインには新しい出会い、友達や他のプレイヤーとの冒険、また趣味の合う仲間同士の語らいなど、プレイヤー同士のコミュニケーションを強力にサポートする多彩なメッセンジャー機能が搭載され、オンラインゲームの魅力を最大限に引き出します。メールやチャットなどの基本的な機能の充実は言うまでもなく、オンラインゲームなどで知り合った友達の居場所やプロフィールをすぐに確認できるフレンドリストは、皆さんのゲームプレイに大きく役立つことになるでしょう。同じゲーム同士はもちろん、違うゲームをプレイしたりゲーム以外の情報コンテンツなどを見ている友達ともすぐにコミュニケーションが取れることも、プレイオンラインの大きな特徴の一つです。さらにはゲームをより楽しむための攻略ガイドをはじめとしたさまざまなコンテンツを準備しています。またプレイオンラインの魅力はオンラインゲームだけにとどまりません。ゲーム以外の分野でも漫画などの多彩なコンテンツを提供していく予定です。まさにこれからの新しいエンターテインメントメディアとして、プレイオンラインは大きく拡張発展していくのです。最後にとっておきの情報をご紹介します。プレイオンラインの
ベータテストに参加していただいた方々の中から、この冬から始まるファイナルファンタジー11のベータテストに参加できる権利を優先でプレゼントしちゃいます。すごいでしょ。詳細は雑誌やホームページで紹介されるプレオンラインの情報にご注目ください。それじゃあね、バイバイ。今までその78ってこう SF っぽい世界観でやってきたことを、そのまあ例えばユーザーの意見からは、そのもっと例えばファンタジーの世界がいいとか例えばいう声があった時に、ある意味ファンタジーっていうのは中世風、中世ヨーロッパ風のっていう部分が、僕らなんかよりもどっちかというとユーザーさんの方にそういう何て言うんですかね、固定観念みたいなのがあって、まあそういうのをちょっとこう変えていきたいなと。じゃあファンタジー、ユーザーの方が持ってるファンタジーって概念をもうちょっと広げていこうと、変えていこうっていうニュアンスの時に、やっぱり中世ヨーロッパ風のファンタジーを僕らがやってても多分それはしょうがないだろうってことで、まあ別の世界観を模索してる時に、野島が、ちょっとアジア風のファンタジーをやってみたいというような提案をしました。まあやっぱり今回声というのが入ったのが一番大きくて、その生の役者さん、演技をする役者さんが間に入ることによって、よりその何て言うんですかね、ある意味今まで僕らだけが想像で作ってたキャラクターっていうのは、その、まあ、本当に想像上のキャラクターというか、まあ、ある意味嘘のっていうか、そのキャラクターだったわけですけども、その生身の人間がそこで間に、役者さんっていう僕らの才能とは全然別の才能が入ることで、すごくこの、まあ、人間に近い、まあ、喋るセリフもそうだし、感情表現もそうだし、身振り手振りの演技もそうなんですけども、より人間に近いキャラクターをね、作り上げることができたなっていうのは、感じてるんで、ストーリーの根底にあるテーマは一応、旅というのがその主軸になってます。で今回は、まあ旅っていうのもあるんですけども、いろんなテーマが隠されてて、多分プレイする人それぞれが感じるテーマみたいなのがあると思うんですけどね。で僕個人的には旅というよりも、その、まあ、親子とか、まあ、親父と息子みたいな、まあ、もしくは親父と娘みたいな関係が、まあ、ストーリーの中で語られるんですけども、まあ、僕は個人的にはその二児の父親なんで、まあ、そういう立場から共感できるところ、まあ、もしくは、汲み取れるテーマっていうのはそういうところであるし、まあ、もしかしたらユーザーの人にとってはそのユーダとティーダのその男女の関係みたいなものを中にテーマを感じ取ることができるかもしれないし、まあ、そういった意味ではいろんなテーマがそれ人それぞれ多分ユーザーによって隠されてると思いますけど。今回だから今までの FF と一番違うのは、その世界観の設定がすごい細かく全部設定されてるってところが違うと思うんで、まあその世界観から外れないようにっていうところが一番、まあ意識してたし、今までの FF と全然違うところかなと。世界観が最初に設定された時にはそのアジアのテイストでっていうのがあったんですけど、全体的にもうそういうなんていうの、タイとか南の方のこう色がこうすごいいっぱい使われてるような、南の島のイメージのアジアっていうのは結構前面に出てたんで、そのまあアジアの中にはやっぱり日本、まあ、和もあるわけで、まあ、それもちょっとどっかに入れたいなと。と一番こだわった部分といえば、地域や人種によって服装の雰囲気を変えたところです。例えばアルベト族だと機械中心に生活をしているので、スピラの人たちとは
浮いてる存在にしたかったので、わざとゴーグルやフルマスクをかけさせたり、異様な雰囲気を出している服装にしました。他だとロンゾ族は戦闘民族なので戦いやすい軽装にしたりしています。好きなキャラクターを一人挙げるとすると、ブリッツボールのビサイドオーラカの選手のキッパです。他の選手を見渡しても太っているのは彼だけなので、一人だけ浮いていてそこが可愛くて好きです。フェイシャルは制限を、デザイナーさんに対する制限を減らしたことです。もう縦横無尽に顔中に骨が入ってるんですけども、そういうことをすることで自然な表現ができるようになったんじゃないかなと。いろんな表情ができますしね、目も動きますし瞬きしますし、PS2 ってすごく複雑なハードで開発が難しいって言われてますけども、確かにその通りで、なかなか自分のものにするにはすごく時間かかったところがあるんですけども、無茶をすれば無茶ができてしまう、叩けば叩いただけの結果が出てくるような、そういう魅力があるマシンだなと思いました。で、ユーナの振り袖ですとか、とティーダのフードですとか、ああいう物連山とか、あとスペキュラーっていうテカリとか、あと影をつけたりとか、そういう今までのマシンだと難しかったことが自然にできるようになったなと思います。プロジェクトの最初の時に世界観まとめよう、コンセプトを決めようっていう時に、スタッフのみんなでいろいろこうアイデアを持ち寄った時とかに、なんとなくみんなアジア方面に興味あってた、そっちにこう寄った絵をみんな描き出してて、で自分自身も結構アジアの方個人的にも興味あって、で、ちょっとそういう感じをファンタジーに取り入れてみたら面白いかなと思って、じゃあって話をして、シナリオの野島とか北瀬とかディレクションの北瀬とかと話した時に、その辺同じようなことを割と考えてて、じゃあこれいけるかもしれないってんで始まったのがスタートでした。結構今までの FF で映像先行っていう風に、見られる向き、やっぱり売りにしてたところもあるんですけれど、そういう風に見られる向きがやっぱりかなり強かったんで、今回は新しいこととかも取り入れつつ、ゲームの絵としてすごく成立するように、すごく隅々まで気を配りながら、みんなそうですね、やっててこう違和感感じたりとかしない、もしくはこう不自然な感じしない、もしくは操作とかにすごく不具合とかストレスを感じないようにとか、そういうゲームとしての絵っていうところをできるだけ突っ込んでみたつもりなんで、逆にそういう部分に関してはユーザーの皆さんが何も感じないでっていうか、変な言い方ですけれど、逆に感じないで言ってくれる方が成功かなっていう部分はすごくあります。今までのワールドマップっていうのは結構記号化されたゲームした表現なんです。それを今回は思い切ってやめて、なるべくリアルな表現をしようということで、ああいうワールドマップという概念を捨てて、全て同じ表現でいこうという、そのコンセプトがあったんで、今回はワールドマップなしということになりました、今まではほとんどプリレンダーっていう透明、疑似的な3次元ではあるけども、実際は1枚の絵ですよね、平面な。そこで物を動かすったって、要はアニメーションを一生懸命こうコマ送りで作ったのが、今回はモデルを用意して、それをこうモーション的に動かすことができるんで、表現の幅はかなり広がってると思うんですよ。何気なくできているようなマップなんですけれども、移動しないでそこで一度立ち止まって見てもらうと、結構こう何気ないこう道端の草が揺れていたり、雲が動いていたり、かなりいろんな仕掛けが入ったりするんで、じっくり鑑賞するぐらいのつもりで、確かにゲームをクリアするためにみんな急いでこう行きたくなるんですけれども、じっくり見てもらえれば、こちらとしては作りがいがあったなっていう気がします。そうですね、一新しようっていう考え方があったわけではないんですけど、自分が割と FF
っていうゲームをまあユーザーとして遊んできて、うん、面白いとか好きだとか思った要素を、自分なりに表現しようと思った時に、まあ取った手法が、まあ結果的には ATV でなくなったりとか、パーティーの入れ替えであったりとかっていうことにつながっていってますね。例えばその、具体的に言うとボムっていうモンスターが、まあ、攻撃するとだんだん大きくなっていって最後は爆発しちゃう、だから爆発しないように倒さなきゃいけないみたいな要素が、まあ、今までの FF にもずっとあるんですけど、そういう要素を自分なりにユーザーに楽しんでもらおうと思った時に、そのリアルタイムでどんどん進んでいってしまうんではなくて、あと一発で、ボムが自爆しちゃうから、そうならないようにするには自分はどうしたらいいんだろうかってこうゆっくり考えてほしいと思ったんですね。あと、少し考えることで、バトルがすごくこう気持ちよくこう終われるような形でチューニングをしてますんで、今まであまり考えずにこう戦ってた人も少し考えてバトルをするっていうのをしてもらうと、新しい面白さが見つかるんじゃないかなと思います。毎度作るたんびに、まあ、FF は、まあ、何かしら変えていこうっていうのはあったんで、で、まあ、自分の担当からだと召喚獣の扱いとかはかなり、今までとはかなり変えて作っていったと思いますけど、まあ、今までにない感じの世界観をこうかなり完成度も高くがっちり作られてて、それでやっぱシナリオ面とバトル面のシンクロをこう、バトルはこう別物じゃなくてこうシナリオ側にすごい寄せた感じで作っていくっていう、まあ最初の指針からこう今の、じゃあ今までのこう、まあ割とお見せ場だった召喚獣もこう世界観に合わせたようなこうものを出していこうっていうと、自然にもう新しい召喚獣がたくさんこう出てきちゃう、もう自然な流れでそういう風な感じになりました。今回ユーナしかこう召喚できないっていうところがまあ一つのポイントで、じゃあこう演出的にこうユーナと召喚獣とのこう絡みの演出っていうのが、まあこう最初からこうやりたかったところで、でも実際作ってみてすごいいい感じでできたと思うんで、やっぱその辺のこう、まあ、長くても割とこう演出でこうテンポよくというか見せ方がすごいうまくいったんじゃないかなと思いますね。今まではやっぱりあのなんていうかな、グラフィックスタッフとかにこう、まあ、演出的な指示を出せばよかったんですけれども、今回まずボイスの録音と、まあ役者さん俳優さんたちにまず演技を、やってもらって、それをベースにいろいろ作ってますから、まあ、本来のなんか演出っていう意味の仕事がようやくできたっていう感じですね。昔はブースに向かってこう作ってたんですけれども、まあ、今回からやっぱりスタジオに入る機会が増えまして、まあ、そこでやっぱり生の人間の人と接する人が多くなりましたよね。でそれをだからこうキャラクターに落とすところで、なんちゅうのかな、まあ負けたくなかったんで、まあ、いかにゲームの方のキャラクターにその生の雰囲気をね伝えるかっていうところに一番重きを置いてましたね。容量が増えた分またその容量を使ってしまう、また PS2 になって表現力が上がりましたので、それを表現するデータの量が増えたために、やはりまた容量不足という問題が発生しました。企画の方からのやはり要求が非常に高くなったので、それに対応するのが一番苦労しました。ハードディスク対応での変化に関しては、イベントをまたぐ処理が早く、やはり読み込みが早くなるために処理が早くなる、そのためにプレイしていてストレスがたまりにくい、DVD でもストレスはたまらないようにはなっていますが、それ以上に快適にプレイができるようになります。イベントとバトルでのシームレスでのつながりの件ですが、イベントでの制御とバトルでの制御は全く違いますので、そこの受け渡しが非常に大変でした。ただそれに見合った結果は出ていると思いますので、皆さんに楽しんでいただきたいと思います。僕はずっと FF7、8ってシナリオをやってきて、
常にこう主人公とプレイヤーの関係っていうのが何て言うんだろう、気になってるというか、それをなんかどんどん新しいというか違った形にしていきたいなというのがあって、セブンの時はこう無口なやつで、プレイヤーがその間を想像しやすいっていうのにしてて、まあ、8の時は無口なんだけど、なんて言うんだろう、彼の周囲には聞こえてないんだけど、彼が考えてることをバーって出したりして、そういう風にしてこうなんとかこう近づけようっていう、そういう風にしてて、で今度はこう階層にすることによって、なんて言うんだろうな、そのゲーム画面の中で動いてる主人公と、その階層してる主人公と二段構えでいてですね、でプレイヤーはまたそれとは別なところにいるっていう、こう今までなんとか近づけようとしてたのと逆な試みでやってみたいなっていうのがありました。シーンが何かの象徴かどうかっていうのは、まあすごい大げさなことを言うと、生きていく上でのいろんな障害っていうんですか、なんかこうそれを前にしたら諦めちゃうような、そういうような存在ですね。まあ人によってそれは何かっていうのは違うんだけど、そういう意味があります。でまあ人に説明するときは台風みたいなもんだっていうと非常に伝わりやすいんでそう言ってますけど、まあ、もっと深いところにはそういうのもあるかなという。演出面がすごく今回、まあ、よくできてる、私から言うことじゃないですけどすごくいいとは思うんですね。ただそれに伴ってやっぱり音が要求されてることもたくさんあると思うんで、その演出が美しくまっすごくなったということで、大事のやっぱり細かい作業だったんですね。すごく音を地味なところですけれども目立たなくてもやっぱり丁寧に作ったんで、音がおそらく流れるように最後まで、流れると思います。音というのは効果音ですけれども、で、例えば海の町に行って、海から山道に行ってった時に、おそらく自然と音が切り替わるように私は作ってきてるんですね。なんで、あ、変わったなって逆に思えないと思うんです。だけれども、いつの間にかあの山を歩いてるとかなった時に、それは大地の一番苦労したところだし、そうあってほしい。いちいちこうプツプツ音が切れないようにするっていうのが今回の目標だったんで、そう思っていただけ、終わった後になんかすごい自然だったなと思ってくれれば、私はそれでも満足です。プレイヤーの皆さんに聞いてもらいたいものがあるとすれば、よく言えば全部なんですけど、あの音楽全部聞いてほしいんですけど、もちろん音楽も自信はありますよ。自信はあるんですけど、効果音とセリフと音楽の、あのハーモニーみたいのを弾いてほしいですね。そこら辺が一番自信がありますかね。音楽は弾くところは弾いて、セリフが立つところは立って、効果音が、あの主人公の時は効果音をメインにして、で音楽が主人公をさせてもらう時はセリフにも効果音にも弾いてもらって、音楽がガーってメインに行くっていう、そこら辺の3つの音の駆け引きっていうのは結構うまくできてるんじゃないかなと思います。あの主題歌に関しては、まずあの誰に歌ってもらうかっていう歌集選びから始まったんですけど、まあ、あのアジアンテイストだからっていうわけじゃないですけど、個人的にあの沖縄琉球の方の音楽が気になってたっていうのもあって、それであのうちのスタッフなんかと CD 探してたんですけども、そこであのそのスタッフの一人がリッキーさんの CD を探してきまして、これだろうなと、この声はちょっとこれまで聞いたことない声だなと思って、すぐコンタクトを取ってもらいまして、それから実際に彼女の生まれ故郷の奄美大島行ってみたり、何度か会ってあのお話しさせてもらったりして、イメージはなんとなくこんな感じっていうのは掴んでたんですけど、曲はなかなかできずに、ただ時間だけが過ぎていったんですけどね、もうそろそろ間に合わないっていうんで、場所変えて作曲しようと思って、自分の部屋からシンセサイザーをあの会社の応接室に持ち込んでですね、
受付のお姉さんなんかがみんな帰った後に夜ちょっと一人で応接室で作ってたんですよ。でそしたらね、1時間ぐらいで10曲ぐらいできたんですよね。でその中の10曲のうちだったらどれ撮ってもいいなと思ってたんですけど、こう一番その中でもこれがいいんじゃないかと思うのを今回のテーマにして、メロディーが先にできて、その後、シナリオ書いた野島君に歌詞を作ってもらって、出来上がった夜は二人で乾杯と。ファミコンに移ってすごく自信をなくした時期があって、まあ、作るものその自分で納得いかなくて、でまあゲーム業界はもうこれで引退しようと思って、最後に一作と思って作ったのが FF なんですよね。まあそれで名前もファイナルなんだけど、だ僕にとってはなんかあの時のそのファイナルファンタジーってタイトルに対する気持ちで、こう時が止まってる感じはあって、まあ、いつもだから、まあ、それは技術的にその方がいいっていうところもあるんですけど、毎回これでもう最後だよっていうか、全部力を出し切って、今こう持てる自分たちの技術っていうのとか、スキルっていうのをもう使い切ることが僕にとってはそのファイナルファンタジーであって、だからお話とかキャラクターっていうのも毎回変わるっていうのも、ストーリーっていうのはある意味世界観とかをね縛っちゃう可能性があるんで、逆にそこを変えることでそういう出し切り、型のタイトルにしたいっていう、まあなんて言うんでしょう、こうチャレンジしようよっていう一つの自分たちにとってのまあ旗みたいなそういうもんですかね。映画をやってる頃っていうのは、ちょうどもう8作目っていうのは同時に映画と進行は同時の時期で、もうその頃からフィードバックはしてるんですけど、まあ、髪の毛のねシミュレーションだとか洋服だとか、あとはその、まあ、マヤとかね、そういうレンダーマンとかそういったその CG 用のツール、まあ、あとはそのこのホノルルでこうオリジナルで作ったようなツールっていっぱいありますから、そういうものはどんどんこうフィードバックしてるんですけども、まあ、あとはその僕は一つ今回映画やと思ったのは、まあ、以前からゲームやってても思ってたんですけども、そのプリプロのね、要はシナリオとかコンセプトアートとかその世界設定まで の重要性っていうのはやっぱりすごく再認識して、やっぱりそのコンセプト段階のものを複数こう持っていて、自分たちでそこからやっぱりこう一つチョイスして、実際のゲーム化なり、まあ、映画化するっていうようなプロセスをもうちょっとね、まあ、だから余裕を持とうっていうことなんですけど、やっぱりやらないと、まあ、もっともっといいものにするためにはね、そういうことが必要なのかなっていうのは感じましたけど、例えば6から7に行くときもみんなすごく不安の中でああいうスタイルを取ってたし、まあ、逆に 3D になって本当にファイナルファンタジーなのかっていう自問自答しながらね進んでいったようなところがあって、で今回 PS2 になってやっぱり声を入れたり、その全部リアルタイムで描こうとかっていうのは、まあ、やっぱり一つその不安もあるわけですよ。まあ、ないし反対意見もあったり、ただまあさっきも言ったようにやっぱりチャレンジしていくってことは僕はそのファイナルファンタジーっていうタイトルの持つ一番の意味だと思ってるんで、なんて言うんでしょう、だからこう今ね予測もつかないような方向に逆にね行ってほしいなと思います。ティータっていう少年は、すごくこう明るい
基本的にはすごく明るい少年ですね。そうかな、辛いこととかそういうのがあっても、みんなの前ではすごく明るく振る舞う。それがこう無理やりでも一生懸命明るくしていくっていうのが T だっていう少年かなって感じますね。まあ基本的には T だとすごく自分が合ってたんで、基本線は変わんないんですけど、やっぱり日頃から撮影収録の長かったんで、すごく自分でいつも明るくしてようっていうふうには意識してましたね。だから多少動きが大げさだったり、言うことがやたら声がでかかったりとかすることもまあまああったかと思います。はい、印象に残ってるシーンは本当は全部がすごく印象に残ってて、どれもこれも外せないところなんですけど、まあ一番 T だとしてきっと一番辛かったんじゃないか、これこのことこの事実をまあ自分も知った時にすごく辛かったんで、まあ、ユーナに関するある秘密を、ティーダは知ってしまうんですが、その時が一番辛かったし、それが一番印象に残ってて、あれはそうですね、ファイナルファンタジー10の中で一番ティーダとシンクロした時じゃないかなと思ってます。それが一番印象に残ってます。はい、物語の中できっとこう皆さん一人一人に必ず共感できるところがあると思うんですね。で、ティーダをやる上で、ティーダはすごくプレイヤーになるわけで、ティーダだけの世界で話してしまうと、とんでもない方向に行ってしまう場合もあるんで、すごくそれは気をつけたんですけど、どんな人がやっても共感できるように、ある意味こう大きな意味で捉えたりっていうことはした。で、各キャラクターそういう部分があると思うんですね。で、そういうところを見て、皆さん何かを感じて、明日の仕事なり学校なり頑張るぞっていうような、そういうような作品ですんで、ぜひ見て元気を出していただければいいと思います。今回召喚士ユーナっていう役を演じたんですけれども、まあ、一見見た目っていうのはワーナー服装衣装を着てるっていうことで、結構控えめなとかおとなしいとか、まあ、絵を見た時私自身もそう思ったんですけど、でも実は一つだけ絶対変わらない思いを持っている女の子で、それはまあシンを倒すことで、まあ、私が思うにシンを倒すっていう言葉のその向こうに、ワッカだったりルールだったりのこう笑顔っていうか、みんなの笑顔が見たいっていう気持ちがあると思うんですよ。だから、まあ、その方法としてシンを倒すっていうことがあるだけで、ユーナはみんなの、例えば近所のおじいちゃんおばあちゃんだったり子供たちの笑顔が見たいっていう気持ちで旅を続けているんだと思うんです。で、そういう気持ちがあるからこそ、それは何があろうとも絶対変わらない気持ちで、で、まあ、ティーダ君と出会うことによって自分の周りの環境が変わってきて、で、自分も変わらざるを得ない部分があるんですけども、その気持ちだけは絶対変わらないっていう部分で、まあ、真に強いっていう女の子だなって思いましたね。思考回路はユーナに近いところがあるかもしれないですね。ユーナのキャラクターとして結構ユーナはこう自分の中で考えてしまう女の子なので、そういう部分はちょっと似てるかなと思うんですが、まあ、あんなにこう清楚な感じはしないので、はい、ただモーション入る頃っていうのは、そのユーナを意識して日常生活でちょっとユーナっぽく立ってみたりとか、そういう意識はして、一応役作りっていうものを自分なりにしてきましたけども、まあ役者って十人十色で、それぞれがあればそれぞれのユーナが生まれると思うんですけども、そのユーナが旅していく中で変わっていくところとか、でその絶対変わらない強い思いとか、そういう部分をユーナの代わりに皆さんにお伝えできたらなと思って演じてきましたので、
そういうユーナの気持ちを汲み取ってというか、感じ取りながら皆さんにも怒って笑って泣いて旅を一緒に続けていただきたいと思います。